去年好評だったこの企画、パワーアップしてまたやります。 Hey guys, I'm Arisa Nanase。 皆さんこんにちは。知識レビューしている勉強マニアの Nanase です。去年のおすすめ勉強本ランキング大変ね、ご好評いただいているので、また今年バージョンをやろうと思います。なるべく最新の本を入れつつ、コンセプトは同じ、いかに勉強になるか、いかに人生変わるかをテーマに、私が読んだ本の中で5つピックアップしました。ちょっと古い本もありますが、去年出会った本になります。もちろん昨年ご紹介した5冊も素晴らしいので、まだ読んでない方はそちらぜひチェックしてみてください。今回はより皆さんの人生変えてくれそうな本、本を読む時間なかなかなくても、この5冊のうちのどれかに当たればもう1年ね、変わってくるんじゃないか、いやもう人生変わるんじゃないかっていうような本です。去年のサムネは100冊読むよりこの1冊でしたが、今年どうなってたか皆さんお気づきですか？後でね、サムネ見てみてください。では早速行きましょう。まず第5位から。5位がこちら、はい、図解お金持ちトップ 1% だけが知っているお金に好かれる習慣。どんな人でもお金って関わってきますよね。そして人生の習慣はできればいい習慣を身につけたい。でも何やるのか、何が違うのか、トップ 1% のお金持ちなんてそうそう出会えないから普通わかりません。テレビとかに出てる人は本音言わないだろうし、ということで、そんな時にこちらの本、成功者の秘密のルール知りたくないですか？お金持ちはどんな時間の使い方をしているんだろうか、どうやって成功に導いてくれる人と出会うのだろうか、そんな話がたくさん、しかもシンプルに分かりやすく書いてあります。で、私がこの本の好きなところは、おすすめ本とかも中にね、いくつか同時に紹介されているところと、実際のストーリーが語られているところです。例えばこの本の中でお金持ちのノートの使い方について書かれていました。で、ただのね、紙切れでもやっぱり書き出すことっていろんな役割を果たしてくれるんですけど、その中で一冊の手帳で夢は必ず叶うという GMO インターネット会長の熊谷さんの本が紹介されていました。で、気になったんで私早速ね、もう即決で Kindle で読みましたが、この本も面白かったんですよね。皆さんも面白い本に出会いたいからこの動画見てくれてると思うので、この本読むといろんなね、そういう面白い本にも数珠つなぎ的に出会えるということで、まさに本選びに迷っている方にとってはもう何冊か読むよりもこの一冊ということで紹介しました。また行動、勉強、資産運用、働き方といろいろな方向から述べられています。どちらかというとエビデンスとかよりかはストーリーが多めなのと、中にはね、知ってるものとかも入っていたので、今回は5位とさせていただきました。書店で覗いてみて自分に合うなと思った方は間違いなく即買いだと思います。仕事をね、頑張っている男性にプレゼントするんだったら私この本を選ぶかなという感じです。そして続いて第4位はこちらのビジネススキル図鑑、社会人の勉強チャンネルということで、これがね、ランキングに入ってなかったらもうおかしいですっていうレベルで、以前ご紹介していたこちらのビジネスフレームワーク図鑑っていうのも使えるんですけど、この、ビジネススキル図鑑の方はですね、まさに勉強になる、ビジネスでよく聞くあれってどういうことっていうのから、ビジネス英語とかについてまで幅広く書かれています。例えばロジカルシンキングとか、アンガーマネジメント、ハラスメント防止、タイムマネジメント、情報収集、文章デザインまで、本当にもう広く浅く、でもちゃんと知識が身につきます。例えばメンタルヘルスのところだったら、こういう兆候がありませんかとかっていうチェック事項があります。そこに当てはまる人がもし社内にいたら、ちょっとね、気をつけてあげないといけないよっていうことですよね。あと、ビジネスマナーとしてお辞儀の角度は3種類あることとか忘れてないですか？しかもこれ図鑑というだけあってですね、全てのページカラーでイラストとか表が混ざっていて大変読みやすいです。もう眺めているだけでも知らなかったっていうことが学べるんじゃないかなと思います。これはどんな人におすすめかというと、社会人になりたての方はもちろんなんですけど、中間管理職の方とか、意外とね、知らないんだけど聞けない立場にある人にはね、もうまさにもってこいじゃないかなと思います。そして一応これですね、なんと20年分のベストセラー研修メニューから50プラス15のスキルを収録されているそうです。私のチャンネルとも結構コンセプトが似てるので、皆さんこういうの好きかなと思って選びましたが、どうですか？合ってたらね、感想をぜひ教えてください。そして第3位が、はい、こちらです。自分に自信を持つ方法、満たされた人生に変える10のレッスン。この本の中に失う変化ではなく得るものがある変化を起こすというのがあります。
人間変わりたいと思っててもなかなか変わらない人が圧倒的に多い。それはなぜか。3つの不安があるからです。失うかもしれないという不安、プロセスに対する不安、そして結果に対しての不安。それらの不安をどう対処して変化を起こせるようにするのか、そういったレッスンが本を読みながら受けられます。まあ、途中途中に書き込めるところとかもありますので、まあ、質問とか自分に置き換えて考えることができます。ちょっと前に出されているこの本を選んだ理由としてはですね、もし皆さんが勉強とか仕事に成功していたとしても満足していなかったら、幸せを感じることができなかったら、それは成功とは言えないと思うんですよね。また何か新しいことにトライしたいとか、今やっていることが何かねあるっていう場合も、自信を持って皆さんやってますか？それ自分に自信を持つこと、まあ、最近だとね自己肯定感とかって言われてますが、メンタルって自分次第で自由自在なんですね。まあ、例えばどんなに辛いことがあっても自分の気持ちがいつでもねハッピーだよっていう人もいれば、どれだけお金持ちでも毎日嘆いている人もいるわけです。で、気持ちをコントロールするのってそれくらい大切だと私は思っています。まあ、120% くらい自分に自信があって満たされた毎日を過ごしている人と、 10% くらいしかこう自分に自信がなくて毎日満たされてない人、どっちの人と一緒にいたいですか？また 120% 自信がある人と 10% の人って一緒にいてうまくいくと思いますか？人間関係も破綻していってしまいますよね。特に謙遜の文化で育ってきた私たちは、自分なんてっていうのが口癖になって、自信を持つことと結構正反対のところに行きがちだと思います。この間ネットフリックスの、話題になってる韓国の恋愛ドキュメンタリー見てたんですけど、女性も男性も私モテますみたいな、私に落とせない男はいませんぐらいな感じで普通に言っていたんで、結構それが衝撃でした。日本でそういうことを言ってたらなんか嫌われそうだなとかって思いながら、まあ、それぐらい言える自信がねあってかっこいいなと私はね思いました。まあどんな状況になってもこの本を思い出してもらって、まあ、環境に惑わされず自分が人生を作っていけるっていう風になるように皆さんにこの本を紹介しておきたかったんですね。まあ、今じゃなくても皆さんがもしメンタルへこんだ時にね、ぜひ、思い出してみてください。概要欄にリンク貼っておきます。そして第2位、ちょっと意外かもしれないんですけど、自己啓発本が、まあ、3位2位と続いています。一応最後のラスト1位はビジネス本の超ベストセラーをご紹介しますので少々お待ちください。そして2位なんですけれども、まあ、本当にこの人と結婚していいのです。しかもこれ2004年のね本だし、なんか恋愛なんてね今更興味ないよっていう方、ちょっと待ってください。自分は結婚してるし今幸せだからっていう方、ちょっと待ってください。実はそういう人にこそ見てほしい。この衝撃的なタイトルはなかなか買いにくいかもしれないんですけど、まあ、たまたまこの人の前の本、この人と結婚していいのっていう第1弾の本要約されてる YouTube 動画があって、それ見て何これめちゃくちゃ面白いじゃんと思って、でこの第2弾は Kindle Unlimited と読めたからこっち読んでみたってような感じなんですね。これがもう思わず人にシェアしたくなるぐらい超面白い。私たちの人生でどうしても男女の関係がつきものです。さらに結婚が一大イベントと言われている通り、男女の中によって仕事も人生も影響が出てしまいます。まあ、ビジネスとか勉強のねこのチャンネルっぽくないかもしれないんですけど、それでも紹介したい理由がそこなんですね。この本の面白いところはタイトルと違って、まあ、男性はこう女性はこうっていうところを解説しているところです。まあ、正直に私も結婚とかもどうでもいいし男尊女卑みたいな感じでちょっと嫌になるかもって思って読み始めた本なんですけど、笑っちゃうくらい男女のことを解説してくれてるんですね。で少なくとも私とか私の周りの男性女性には結構当てはまっていてすごいんですよ。例えば男性は裁判官で女性は体温計と例えた話があります。まあ、仮の話ですけど、皆さんもしね奥さんに浮気されたという男性がいて怒って、俺は一度もそんなことしたことないのにお前はみたいな感じで女性を責め立ててる、皆さんね多分男性陣もう当たり前だろ、怒るの当たり前だろと、家族のために自分は仕事頑張ってるのに不倫している奥さんなんてもう 120% 女が悪いじゃないかと、離婚だと思われる方がねきっとほとんどじゃないかなと思います。でこういう時って実は女性って自分でも悪いのが分かってるんです。で客観的事実を見ると、まあ、確かに女性が悪いと思います。でも女性側としては悪いのは分かってる、でも結婚して3年経って旦那からは可愛いとか綺麗とかも言われずデートもせず女としての自信がなくなってたんです。そんな時に知り合った男性の知人から、君はすごい素敵だと、こんな綺麗な人を毎日夜遅くまで一人にしてろくに話も聞かないなんて僕だったらしないよ、そう言われたら私の気持ちはその人に甘えたくなってしまったんですみたいな感じになるんですよね。まさにね体温計っていう、男性は事実をジャッジする裁判官、でも女性は自分の気持ちで判断をする体温計という、まあ、男女の関係って人生にとってね大きな比重をもたらすので、いくら仕事や健康面でうまくいっててもここができてないと多分満たされない、そう思って
2位にさせていただきました。で、実際に周りの友人とか私も含めて女性陣はね、この本を読んで、あ、自分だけじゃないんだとか、あ、男ってそういうものか、これ分かってほしいって思う要素が結構ありました。で、結婚のね、判断をするために読むっていうよりかは、男女の関係をより良くするためにこの本はおすすめです。すでにね、ご結婚されてる方は特に女性の謎が解けると思います。そして第1位が、これは今年入ってから出会いました、新刊としても話題になっている、大ブームを起こしているエフォートレス思考です。はい、めっちゃ付箋貼ってありますね。もうね、最高の方に早速出会えてしまったっていう気がしますね。この本の第1弾として、実はこちらのエッセンシャル思考という本も大ヒットしてたと思います。私両方読んだ上でエフォートレス思考がよりね、気に入っています。この本の醍醐味って、今までの価値観を真逆にしてくれるところじゃないかなと思います。私たちって小さい頃、親とか先生に何て言われてきましたか？頑張ることがいいことだ、辛くて大変だけど努力してれば報われる、そう言われてきませんでしたか？もちろんね、頑張ることとか努力すること、辛くて大変だけどその先に目標達成が待っているというのも当たってはいます。でも問題は無駄な努力をしているというところです。ハムスターの回し車を想像してみてください。皆さん、外に出たいから思いっきり走ります。それが外につながる道だったら正解なんですけど、もし回し車の上だったら、本人は一生懸命登ってるつもりでも実は全く進んでないですよね。場所で言うんだったら1ミリも変わっていません。でも体力は消費されていくと。走るの辛いけどもうちょっとだと、もう息切れてきたけどもっと走れと、そう思って回し車で走っている人見たらどう思いますか？一方、賢いハムスターは一度立ち止まって考えます。これは成果が本当に出るのだろうかと。そこで一歩ずれて違う方向へ向かってみたら、ドアがあって広い世界出られるんですよね。倒れるまで走っても一向にゴールにたどり着かないハムスターと、歩いてても10秒で外に出れたハムスター、皆さんどっちになっていますか？この本はね、まあ、今このハムスターの例えは私が考えたんですけど、そんな風に一度立ち止まる機会を与えてくれる本です。努力する人からすると耳をね、塞ぎたくなる話だと思います。もうそんなわけないと。でも一回素直に受け入れて実践してみると、意外と別の道が見えてくるかもしれません。そしてこの本のテーマがまた面白いんですよ。前回のこのエッセンシャル思考は最小の、時間で成果を最大にする、今回は無駄な努力をゼロにして成果を 100% にする方法、これを知れば英語やトイック、その他の勉強も近道で身につけれる、もちろん仕事も自分の目標も無駄なことをせずにまっすぐにね、こんな感じで、ね、進めれると、こうなってるのがこうなるよみたいですね。これはもう全ての人の人生を改善してくれるのではと思いました。本の中ではエフォートレスな、精神、行動、そして仕組み化の3つのテーマによって書かれています。中身気になりますよね。皆さん読みたくなってきましたよね。でもなかなか本を読む時間ないですよね。ここで発表があります。実はこの本ね、お気に入りすぎて出版社にも連絡して本の要約動画出させていただけるっていうことが来ました。なのでちょっと早急にこのエフォートレス思考の本要約動画を出します。今後ね、またそうやった本にね、出会って出版社とか著者の方の許可がいただければ、どんどん要約系動画とかも出したいと思っています。もしそういう関係者の方見ていたら、周りにいたら、概要欄の連絡先から気軽にご連絡ください。そして皆さんにもね、お願いがあります。よくあるスライドのね、本要約動画見やすいですよね。私も好きです。で、私のチャンネルは私が解説していきます。人が解説するというのが彼らとね、違うところになると思うので、ちょっとね、こうイメージしにくいとか見にくいと思われる方もいるかもしれません。なので皆さんはどういうことを聞きたいのか、ぜひね、コメントで教えてください。例えばここの話をもっと聞きたいとか、内容のポイント増やしてほしいとか、実体験話してほしいとか、どう変わったのかとか、動画の時間もっと短い方がいい、長い方がいいとかね、そんな風にして一緒にね、素敵な動画を今後も作っていけれたら幸いです。ということで、私のチャンネルではこのように明日から使える知識やおすすめ本などを紹介していっている大人のための勉強チャンネルです。ぜひ今日の動画いいなと思ったら高評価、そしてチャンネル登録まだの方はチャンネル登録して次回の動画も見ていってください。では皆さんが今年も素敵な本に出会えますように。 See you!